こんにちは、ナミさん。またね、エステに行ってきて顔にバチバチっと光やってたんですよ。そうすると顔の黒ずみがかさぶたとなってね、表面にグワッと出てくるんで、多少ね、傷だらけの顔に見えますね。で、このかさぶたが落ちるとまたね、肌がツヤツヤピカピカになってるということなんで、テクノロジーってすごいなと思います。ただこの施術も個人差があるんですよね。肌の手入れ具合とか、それから施術があった後のアフターメンテナンスを個人の家でどのぐらいしてるかね、化粧水なんて塗っちゃってね、メンテナンスするわけですけどね、日焼け止め塗ったりとかで、私の場合はそういうのをこの度ね、しっかりと3ヶ月前からやるようになったんで、まあまあ肌のノリツヤがいいみたいで施術の効果は抜群でございます。いや、やっぱりね、いいっすね。顔がね、ちょっと明るくなっていくっていうのはね、嬉しいです。こうやって YouTube を通じて自分の顔が見えますから、あ、やってるな、赤くなってるなとかね、お、かさぶた落ちて綺麗になってるなとかね、思うわけなんですよね。で、今回ね、例の COVID-19 のワクチンの話してもらいましたけども、これもね、個人差あったり、ワクチンに対してどう思うかっていう一人一人の考え方とかがあるんですよね。私の場合だと明確になっていて、ワクチンっていうのは接触頻度が高い人は打った方が有効だと思うんですよ。でもワクチンといえどもいろんなね、副作用がありますんで、まあ副反応というんですかね、接触頻度がそもそも低い人はあまり余計なものを体の中に入れない方がいいなと思ってるんで、私の場合は未接種でございます。で、あとね、情報によって自分がいつのタイミングで接種するかってこともあります。現在、推奨されているワクチンというのは旧型コロナウイルス、昨年のコロナウイルスに対してのワクチンなんですよね。だから今年の新しい新種の株、デルタ株、その他に対しては耐性はそれほど期待できないんじゃないかなと思うんですが、これほど急速に変化するとね、ワクチンも追いついていかないですよね。だからより私の場合はね、打たなくてもいいなと思うんですよ。さらに急いで打たなくてもいい理由にまだあるんですよ。それ何かっていうとね、錠剤がもうすぐ販売されるらしいんですよ。要するに COVID-19 にかかったなと思ったら、自宅で箱から取り出した薬をポンポンと飲むことによって、まるで風邪薬のように、っていうか COVID-19 って風邪ですからね、肺炎にものすごい速度でなる風邪なんですよ。だから、ああしまった、 COVID-19 かもしれないなと思ったら、診察を受ける前にすでに薬を飲んで様子を見るということもできるんですよね。で、 COVID-19 ならパッと改善しますし、そうじゃなければ効かない、要するに鼻水が出たりとか頭が痛かったりっていうのが継続するってことなんですよ。それは従来の風邪だったよねっていうふうな判断なんですよね。最近地上波、メディア、報道でも、もしかしたら COVID-19 は今までにたくさんあった風邪の一種類に分類されるかもしれないよねみたいな意見があったり、実際ワクチンってどうだったのかな、人流抑制って一体意味があったのかな、飲食店の時短要請したけど、これは実はあんまり感染拡大と関係がなかったんじゃないかなっていうデータがいっぱい出てきてね、飲食業界ふざけるなというふうなねそんな話になってます。そうするとね、面白いことにね、分科会に攻撃がガンガンいくんですよ。この前教えて尾身さんみたいな、そんなね、番組がありまして、尾身先生っていう分科会の会長と座長と Q&A でね、対面で話するっていう機会があったり、尾身先生はね、インスタグラムを始めて結構人気があるんですけども、ただね、今はね、逆風が吹いていて、あれ、尾身さん、医療逼迫だなんだって、なんか、いろいろね、メディアで、あなた言っといて、あなたの関連する病院は、病床逼迫率 50% ですよね、と。なんで、コロナ患者受け入れてないんですかみたいな批判が相次いだり、それから、国の補助金を、30億円とか300億円だかね、300億円か。尾身先生のグループは300億円受け取っといて、それを、医療体制拡充に使ってないというね、この不正がね、尾身先生からもバンバン出てきたり、そしてこれ高橋陽一さんが言ってるんですけどね、私も納得するんですけども、尾身さん、分科会の言うことは今までほとんど当たってこなかった、こうしたらいい、ああしたらいい、クラスターだなんだろうって言って、全然違うやんってね。これは麻生財務大臣もこの前言ってたんですよ、なんか人流抑制なんてやる意味あったのって、いつまでマスクしてんのみたいな、どうなってるんじゃって話ですよね。だからね、
いろんな諸説ふんふんでこうだよって決めれるものはなかなかなくって、うん、お互いにこうと信じる人がそうじゃない人を攻撃する図があったりするんですけども、回答はねまだ分かんないんじゃないかなと思うんですよ。今いろいろ試してみてね、人類をモルモットにしてるんじゃないかなとか、国民をモルモットにしてんじゃないかっていう意見もありますけども、まあこれはねある程度それは当たってるんですよ。どういう風になるか全体実験実証実験をしていかないと分かんないですからね。だから知見ってものがあるんですよ。まず知見をしてみて、まあそんなに被害はないかなってものを世の中に出していく、一般公開していく、その上で数千万人という単位でさらに様子を見ていくっていうのが、まあこれが医学の流れですからね。やばいと思えば引っ込めるけども、まあとりあえず効果があるんじゃないかなと、うん、ワクチンに関しても重症化は完全に避けれるんですよ。ただし拡散力、感染力は同じですということなんで、ね、ここをごっちゃに我々になっちゃうんですよ結構ね。ワクチンを打てば感染は広まらないんじゃないか、そんなことはないです、広まるんですよ。同じペースです。ワクチンを打とうが打たまいが、なんせね無症状でもキャリアになるわけですから、ワクチンを打っていても、ウイルスは入ってくるんですよ。入ってきてそのワクチンが重症化しないまんまワクチンを打ってますから、ウイルスは拡散されていくんで、拡散スピードは全く変わらないんですよね。ワクチンを打つのは重症化しないということなんですよね。まあそんな感じで私は今理解してますけども、まあ、これからねこの飲み薬が出てくるとすごくいいなと思いますし、それから新種新株に対するワクチンが改めてこの年始ですか、年末年始あたり、それから春にかけて出てくるんで、その時は私はね、じっくりと接種しようかなと思ってます。ただ残念なことに今ね、せっかく仕入れた菅さんの仕入れたワクチン、これねちょっとダブついてる可能性があるんですよね。一時期は入荷が間に合ってなかったり足んなかったりっていう情報だったんですけども、あれがね結局後追いできちゃって、ね、今在庫になってるんですよ。だからワクチンパスポートみたいなんで強制的に振り分けていかないと無駄銭失いになっちゃう可能性があるんですよね。ワクチンをそのまんま右から左に捨てるっていう状況も今考えられてます。なんか案外ね接種されてる方少ないということなんですよ。なんかいろんなソースがあるんで困っちゃうんですけども、日本国民の全体のね2回を打った人、2回とも打った人はまだ 7% というね、そんなね恐ろしい数字が出てるんですけどもまあとてもじゃないけど集団免疫には至らないということなんですよね。ただ季節性の要因で今、かなり感染っていうのは抑えられてるかなっていうところですね。重症化率はねワクチンのおかげで下がったのはそうなんですけども、今かなり、季節性のことで感染は収まっているという見方があるんですよね、うん、となると人流を出そうが、ロックダウンしようが、ワクチン2回接種しようが、全然関係なくウイルス暴れ回ってるよっていう世界のデータが、まあ、おおむね当てになるかなという判断もあるし、日本にとってはちょっと特別なのかもしれないですね。はい、何度も言いますけども、私、ちんぷんかんぷんで分かりませんね。分からないというのが正解なんじゃないかなと思います。ですので、思い思いの防御策を取ったらいいんじゃないかなというのが、私の今のね、見解でございます。まあでも、私の奥さんもそうですけども、ワクチン打ってね、結構ダメージがあるみたいですね。うん、結構なダメージがある、うん。みんなじゃないですけども。これもそれぞれの持ち分、体力、抵抗力、こういったものに起因するのかなと思います。でも、タフな方でもね、影響を受けちゃいますからね。なんか、プロ野球の27歳ぐらいの中日の選手がワクチン打って死んでしまったみたいなね、そんなニュースもありましたけども、あんまり話題にならないですね。怖いことだなと私は思ったんですけどね。声優さんもなんかちょっと名前忘れましたけども、ある声優さんがワクチン打ってちょっとね調子悪くなっちゃって活動休止みたいなニュースもありましたけどね。なかなかそういうのってのは取り上げませんよね、うん、どうしたんでしょうね。はい、じゃあ以上でございます。いってらっしゃい。